高カ,カは、鳥類高めのトガである。救命は下かカ,カ。中高生猛禽類の中で、最も放散したトガである。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、東南アジア、インドネシア、ソロモン諸島、日本列島、パプアニューギニア、マダガスカル最長種は、ヒゲワシで、全長115センチメートル。 オスよりもメスの方が大型になる。おおむね大型種を和紙、小型種を鷹と呼称するが、日本国内においても、全長8 0トルのクマタカと、全長5 5トルのカンムリワシの例もあり、明確な区別はない。草原や海岸などに生息する種は長くて、幅広い翼と、短く、幅が広いオハを持つ。逆に森林に生息する種は、 相対的に翼が短く、お歯は細長い。前者は上昇気流を捉えることにより長時間の飛翔が可能になり、後者は障害物の多い森林内での飛翔に適していると考えられている。くちばしは針状になっており、骨を砕いたり肉を食いちぎるのに適している。爪は長い上に鋭く、獲物を仕留めたり、獲物を捉えたまま飛行することもできる。 動物の死骸を食べる種は獲物を仕留める必要がなく、その場で死骸を食べるためこの限りではない。草原、砂漠、森林、海岸などの幅広い環境に生息する。単独もしくは群れを形成して生活する。上昇気流に乗りながら旋回し、羽ばたかずに飛行することもある。植生は動物食で、昆虫、節足動物、甲殻類、魚類、両生類、 爬虫類、鳥類、哺乳類、動物の死骸などを食べる。上空から獲物を探して地面に急降下する。樹状等で獲物を待ち伏せるなどの方法で獲物を捕らえる。繁殖形態は卵生。繁殖期になると、ペアで広い縄張りを形成する種が多い。樹状や岩場の上などに、木の枝などを組み合わせた、皿状の巣を作り、卵を産む。メスのみが放卵。 もしくは主にメスが放乱を行う。メスが放乱中、オスは狩りを行う。姉妹群は、ミサゴかパンジオニダエである。これをタカカミサゴアかパンジオニダエとする説もありどちらにせよ。単系統制は、保てるが、形態上の相違、角型の違い、遺伝子距離、化石記録の古さから、カレベルに相当する。タカカミサゴカをタカジョかアキピトロイディアとすることもある。その次に、 ヘビクイワシカ、その次におそらくは、コンドルカが順次姉妹軍となる。かつては、この高カ,カをタカアカ・キピテリーニーに位置づける分類も、あった。クレイクラフトは、高カ,カと、ハヤブサアカ・ガルコナイニーを高カ,カに含めた。シブリーアルクイストなどは、高カ,カと、ミサゴアカ・パンジオニナイを高カ,カに含めた。主にコカムより。かつて原生高カ,カは10前後のアカに分類され、 いくつかの統合、分離を経てきたが、ラーナーミンデルにより、多くが多系統と判明し、単系統の14赤に整理された。続く研究でも大枠は指示されたが、再びいくつか単系統でない部分が見つかっている。ラーナーミンデルの赤は12属単位の変更が、各所にあるが、大まかに言えば、ほとんどの赤は、従来の赤に対応している。新旧の赤の対応表に示す。 旧赤は、グロスマンハムレット・ブラウンによるが、ブラウンの一重型赤コウモリダカ赤、マクヘア・ハンフィには省略している。この表で新設されたように見える、ヒゲワシ赤はさらに古い赤の復活である。通俗名は、ラーナーミンデルやグリフィスで使われている、英語名と、その和訳である。国際鳥類学会議によるが、ラーナーミンデルによる赤に分けた。和名は、 厚生労働省などより、65族250種が減生し、高めの大部分を占める。開発による生息地や栄装置の破壊、狩猟などにより生息数が減少している種もいる。飼いならして狩猟に用いることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。しかし鋭いくちばしと爪により、人間に危害を加える可能性があることから、 一部の種は特定動物に指定されている。ありがとうございます。